はい、今夜はファンクでーす。よし、久しぶりに登場。これね、はい、ボードベース。ボードベース。はい。ちょっとパワーアップしたんで、はい。紹介しようかな。ああ、基本の音はもう全然変えないまま、うん、ちょっとなんか2チャンネル的に使えるように、改良して、聞いてもらおうかな、うんうん。ああ、なるほど。今までのボードベースってさ、うん、上がアンペグの B15 のプリアンプ。そう。プリアンプ。で、下が、まあ、歪みセクションみたいな。そうそうそう。エフェクトあったんだよね。うん、で、これ、それと何が違うんですか？これは、こっちに歪みのオフがあったんだけど、うん、そのオフの状態だと、うん、ゲインがゼロになるだけっていう仕様だったんだけど、今回は、オフにした時もゲインをいじれるようにして、うん、歪みを入れた音は1種類しか使えなかったんだけど、これはバッキングとリードで歪みを量が使い分けれる感じになったから、うん、要はあの曲が弾けるようになったってことなんですよ。あ、じゃあちょっと 音をじゃあここで、まあ、後ろにコードついてて、あ、トリムが、そうそう、ゼロで、この辺から歪み始めるから、うん、本当もこれ1個でいけるんだ。これ1個であの曲が演奏できます。あの曲が。いや、でもそもそもさ、ポットのハリセンスだけでもすんごいめんどくさいんだから、これもう。あ、そうなの？だってもう7個もあんだよ、だって。あ、そっか。うん、7個あってスイッチも2個あってさ、あ、ハリセンスだけでも手作業だともうやってらんないでしょ、だって。そうだね。そしたらまあお値段高くなっちゃいますよね。なっちゃいますよ。そっち高いんだよ。高いんだよな。だからまあ、ちょっとこれでもう決める、うん、でもね、そう、決めるかまだ悩んでんだよね。完成形だって、うん、でもまあいいと思うけどね、うん、ハンドメイドの高いやつの音がいいやつを、うん、とりあえず、うん、今のところは買ってくださいって感じ、うん、まあだから早くね、安くね、大量生産したいよね。もうどのくらい待ってばいいなと。というわけで今回ご紹介したのは、はい、ボードベースバージョン2。そうですね、プロトタイプバージョン2。まだプロトタイプだな。人が買ってるのに。小岩ファンクでございました。